まあ、知らずってね、こう押して離される時もじわーっとした気持ちいいんですけども、そのじわーがねパッと離しちゃうとなくなっちゃうんで、もったいないでしょ。呼吸と一緒なんですよね。吐いて吸う、吐いて吸うね、はい、ぐわーって押す時にこうふーって吐くとより入っていくんですけど、吸う時にパッと離されちゃったらハッてなっちゃうでしょ。呼吸のリズムって早い時はハッ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 って早い呼吸、吸う時と吐く時と同じですよね。スピードって大体吸う時遅くて吐く時早いっておかしいでしょ。でこうならないでしょ、深呼吸するとき。それと同じです。だから自分の呼吸と合わせてると余計いいんですね。吐くときに押すんですよ、ずっとふーで、吸うときに自分がふーっと上がると。そうするとねリズムが良くなります。でマッサージでもお客さんとやってるときに同じ風に呼吸を合わせると余計にこう効きが変わってきましたね。に吐いてるときって人間というのはふーっと体がこう縮みますから、縮むというか肺がね、空気が出るし力も緩むんで、余計に指がこう入っていくようになるんですね。ずーっとで、スーッと抜いてあげると結構いきますね。持続やると疲れるでしょ。なんかこう二重の圧やってみてください。こう押してそのままの勢いでもう一発押す感じ。ほんでもうスッと離してあげるんですよ。でグーでグーでスーッと抜くと、入れてそのまま入れた状態でもう一発目をこういくって感じですね。これだと指あんまり痛くないですよ。入れて入れてでスーッと、はい、もう一回やってみましょうか。入れてもう一回入れてでスーッと、で今度もう一回入れて、もう一回入れて、もう一回入れてって感じでやってみましょう。ここ、入れて、入れて、入れて、スーッと。どうですか？まあ、こんな感じ。このぐーっと最後こう押し込んでいく感じが大事ですよね。このイメージをね、覚えてください。力入れた状態のままで自分が後ろに下がるだけでいいんですよね。その方が楽でしょ。自分の状態そのままでだからぐーっと体重移動させて自分全体でやる感じだから、足であんまり踏ん張らない方がいいですよ。踏ん張らずもうそのまま自分の前にこうぐーっといく感じでも圧入っていきますから。これ特別こうやって力入れちゃうと、この力入れてるのがこっちに行っちゃうんで、この親指のね力がなくなってしまいます。押してるのね、入れてもう一回入れてでスーッと後ろに、だからこうふーってやるときにシューッと入っていくんですよ。こうやってこう力をぐーっと固めてこうクッグーッグーッ、入んないですよね。 こんな感じですね。力むと力が体重が乗らないっていう、ドーンって乗るだけでこうやって入るんですよ。こうやって、まあ僕体重重たいですからね入りますけど、こうふーってこうふーってこうふーって力入れただけでもシュッと入るんですよ。ちょっとこれでやってみてください。力抜いてスッと押すだけです。はいでしょ。ほらもう30いくようになったぎゅーっと。今いい感じで力抜けてますね。これで第一関節真ん中ピュッと。ほんでここの第二関節のここですね。ほんでちょんと。で線引くと。ここが難しいんですけど、こう中止骨がずっとこう骨が伸びてるここですね。ここからこうスーッと引いたこのラインですね。あ、ちょっと出ちゃった。このラインですね。このラインです。ここなんですよ。だから、ここじゃないんですよ。ここでもないですよ。ここなんですよね。ここで効かせる。で、意識してほしいのはこの先っちょ、ここですよね。ここの一点なんですよね。自分の一番ニュートラルポジション。そこを意識してやると。あとは、この立てるときは、効かせたいときは、ちょっとそこを立てたり。まあ、これはね、臨機応変にやっていけばいいんですけども、いつもやってみてください。もうちょっとここの辺がいいところですね。微妙なところなんですけど、なんかどっかで癖が出てこう押そうと思うと、前に行こうと思うとこうなってくるんですよ。手がこうなってくるんですよね。ここだけ置いてきぼりになっちゃうんですよ。指先置いてこうなっちゃうんですね。これが怖い。ここね、でこうグーッと押すと、そう押すというか、もう圧をかけていくという感じですね。力抜いてただもたれかけてみてください。まあ、スッと。まあ、その時は10キロ入るでしょ。すぐ。10キロって結構重いですよ。まあ、かかと浮くのは自然に浮くから浮かせるだけで、つま先で踏ん張ったら力が入る分また体が軽くなってしまいますから。連動がちゃんとできてれば、ズンドンドンと。押す時のこの体の使い方を前後だけだとやっぱ疲れるんですよ。前の筋肉と後ろの筋肉しか使ってないんで、円運動を入れるんですね。腰にこう円
機関車のこのあれ車軸みたいな感じ、回ってて前に動力伝えてるでしょうか、こんな感じを腰につくんですね。腰にそれをこう持っていくイメージで、それでこう腰でこう回しながらやると、体全身の筋肉で動かす、体を動かすようになるので楽なんですね。またさらに楽な、こういうイメージですね。こういう感じ、こういう感じでやっていくと、こっちで押してでスーッと抜ける。まああの車のエンジンのピストンをね、知ってる分かる方だったら、上支点と下支点ってこうあるじゃないですか。上に上がった時に一番、ほんで爆発して下にドーンと落とすでしょ。あんな感じですね。こう体のところにこうピストンをつくわけですね。こうドーンでスーッと抜くと、ドーンで抜くってこんな感じ。これバタってやってますよ。これこんなにこうローリングさせなくてもいいですからね。こういうイメージを持つと楽にできますよ。ズンと入れて、でも二重のやつだったらこのズンと入れたところにもう一回こう入れる感じですよね。こうズンズンとイメージですよ。グングンとこうズンズンとズンズンとこんな感じですね。うん、で話すときにゆっくり話して、ゆっくり話すというか、うん、ぐーっと押して、はい、そのまま自分が後ろにバックする感じですね。押しっぱなしで、はい、そうぐーっと入れて、はい、ぐーっともう一回入れて、ほんでスーッと後ろが下がる感じ、うん、そう、はい、入れて入れて、うん、でまた下がる感じ。お30から35いってますね、うん、1、2、3、4で体力抜いてくださいね。抜きましたよ、うん、指先のここもね、力抜いて、まあ、ちょっと軽く握ってるぐらいだったらいいですけど、はい、もうちょっと足の位置を後ろにした方がね、いいかもしれないです。そう、もうちょっとかな、もう少しさ、そう、前に倒れ込む。おお、もう40いってます。はい、後ろに下がる。止めなくてもいいですからね、最後ね、ぐーっといって、一番最後もぐーっといったら、そのまま後ろに下がる感じ。はい、そう。いいですね。1、2、3、です。あ、40いってます、40キロ。下がって押して押されて圧かけられてパンって離されちゃうとパーンってなっちゃうんで、速い主義だったらいいんですよ。こうスッってその時でもパンと離さないですかね。あんまりパンって弾いたりだとか、ほーザーバースーとかザバーザバーでスーザバーザバーザバーともう一回こうやってもいいですよ。これたまにこう乱れさせたら面白いですよね。その時こう受けてる方もこうやってああとこうなんかね、ある意味ちょっと F 分の1揺らぎ的なそんなのをこうやりながら、自分の中で心地いいイメージと心地いい状態を作ってですね、自分が気持ちいい状態でこうやって揺れるような感じ、力抜いてね、こうザーッとこうやってると、その自分の気のいいね、このなんていうんですかね、波動というか脳波がね、やっぱ指先からやっぱ相手に伝わっていくんですよね。そういう感じでやるとですね、やっぱ苦しみの中でこう辛い状態でクッとガッ、ああもう1時間早く終わらないかなってやってるマッサージと、こうやってね、なんかこうやって穏やかにこうね、あ気持ちいいなって自分もこうやりながら寝てしまうぐらいのね感じでやってるマッサージの癒しのマッサージとは全然違いますから、そういうのをねやって覚えてほしいですね。楽にやると、とにかくそのためにはやっぱこうちゃんと知ってないとダメですね。楽にやる方法をね、だからズンとこうなんで、さっき言ったローリングはこうですね、1、2、3でスーッと抜けていくと、ぐーっとこの繰り返しですね。まるでエンジンですね。エンジンのピストンリングみたいな感じ。ドーンで爆発してドーン。爆発してこうですね。爆発して排気で抜けるみたいな。こう爆発。わかんないですよね。男の人じゃないですよね。なんかね。こんなイメージ。ぐーっといってスーッと。これだけでもできますよね。これ僕もか体前に預けっぱなしです。これ。預けっぱなしで後ろに下がったら勝手に抜けるんですよ。こうやって。まずね、最初ね、自分の中での、基準を作るんですよね。効かせてる感とかが分かってくると、この人の体だったら、まあ、このぐらいがちょうどいいんじゃないかなって、まず目安つけるんですよ、その時に。で、これでいかがですかって聞いた方がいいですね。いかがですか、このぐらいで、あ、ちょうどいいよ、あ、この人はこのぐらいでちょうどいいんだと、もし、強かったらおっしゃってくださいって言って、で、こうやってやってってどうですかって言った時、もうちょっと、あ、自分ではこのぐらいがちょうどいいかと思ったけど、ここはこのぐらいもっと弱めの方がいいのかなとか、強めの方がいいんだなっていうのを聞いた方がいいですよね。もうね、黙々とやってって、なんかね、大丈夫かなと思ってやっててもやっぱ、自分もね疲れちゃうんで、で受けてる方も言いたいのに言えない状況だとやっぱね困っちゃうじゃないですか。いやなんかな、一生懸命グイグイしてくれてるけど、なんか痛いけどどうしようみたいなね、そうなるとやっぱしお互いにちょっと嫌な感じになっちゃうんで、なるべくこのいい関係を築くために聞いてですね、
生きやすい状況を作ってあげるのが大事ですよね。遠慮なくおっしゃってください、あの合わせてやりますので大丈夫ですよというような、そういう空気感をちゃんと作ってあげるのが大丈夫かなと。この動画が良ければ、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。